来た小樽たちは人々を虐げるファウストに怒りを燃やした。ライムとブラッドベリーが街中で暴れている隙に、小樽とチェリーはメインコンピューターを破壊すべく爆弾をセットする。作戦はまんまと成功したかに見えたが、ルクスは全てお見通しだった。セイバードールズに囲まれた小樽たちの運命やいかに。乙女カイロで大勝利。そこまでよ、間宮小樽。逃がさないよ。覚悟しな、畜生め。覚悟。あっ、なんだ。お兄ちゃん、こっちだ。おめえは早く。よし、みんな手をつなげ。逃がさんぞ。畜生、どこだ。マミア、オタルか。わからない、すぐに捜索部隊を。大丈夫か、坊主。ミカエル。え、ミカエルって言うんだ。みんなはミヒキって呼ぶけど。ミヒか。俺はオタル。しっかり捕まってろよ。では見かけたらすぐに知らせるんだぞ。はい、それはもう。もういいぞ。はい。助かったぜ、じいちゃん。お前にじいちゃん呼ばわりされる言われはないわい。なんか感じ悪いね。実は味方じゃないんじゃないのか。あれ、昼間のやつじゃないか。え、ああ、お前たちはあの時の。やっぱりこいつら味方じゃない、敵だ。しまった、僕たちはまんまと罠にはまってしまったんだ。いや、昼間は悪かった。お前が何者かわからなかったもんで、信じられるやつかどうか試したんだよ。悪気はなかったんだ、許してくれ。試した。ファーストには俺たちも腹渡煮えくり返ってんだ。しかし壁ぶち破って逃げ出すとはな。どうしたの？お腹すいた。なんで、あるところにはあるんじゃねえか。久々にまともな食事だ。生きててよかったね、オタル君。まあ、こらライム、その鳥から僕のキープ。おいしい。うまい。あなたもどうぞ。お腹空いてるんでしょ。いらないよ、お腹空いてないもん。遠慮すんなよ、ミヒ、食えよ。でも食べなさい、ミヒ。じいちゃん。なるほど、そういうことかい。そうかそうか、ガルトラントの連中はそこまで食い意地が張っていたか。あんたたち、自分たちの貴重な蓄えを俺たちに。どうしてそこまで。いいんじゃ、食べてくれ。バカ野郎、食えるわけねえだろ。
うしてなんですか？お前さんたちが、お前さんたちがわしらを救ってくれるかもしれんからじゃ。傷一つつかんぞ。ひるむな、撃て撃て。ガルトラントのやつらめ、ジャポネス領内には入れんぞ。進め。おあと本気でやり合うおつもりか。ここは我らにお任せなさい。行くぞ。おう。様、ついに奴らがジャポネスへ。上様お一人だけでは行かせませぬ。頼みましたぞ、おたる殿。あんたらがコンピューターを破壊したら、わしらは食料貯蔵庫を打ち壊しにかかる。だがそれまでは静観させてもらうぞ。あんたたちが失敗しても、わしらはこの国に住まねばならんのでな。卑怯と思うかもしれんが、分かってくれ。申し訳ありません。現在市内全域を捜索中です。間宮小樽の首は私たちが必ず。もういい。無能なマリオネットど、もはやお前たちなど私の元に置いておくのも腹立たしい。どこへなりとも好きなところへ行くがいい。そんな閣下、ファウスト様に見捨てられたら私たちは。お願いです、閣下、見捨てないでください。お前たち乙女回路を持つ者は男を愛さねば生きてゆけない。それもただ一人の男を。私に捨てられたくなければ、間宮小樽を必ず殺せ。はい。それじゃあちょっくら行ってくるぜ。ああ、ミヒ、あれを持ってこい。あれ？はい。何これ、お弁当？次元爆弾に決まってるだろ。次元爆弾？まあちょうどよかったですわ。持ってきた爆弾は使い果たしてしまいましたから。でもこれものすごい旧式だぞ、使えんのか？バカにすんなよ、すっごい威力なんだぞ。助かるぜミヒ、ありがたく使わせてもらうぜ。あ、これもあげるよ。これは光玉、昨日助けた時に使ったやつさ。ああ、でもいいのかよ、大事なもんなんじゃねえのか？いいんだよ、おたる兄ちゃんなら。そうか、ありがとうよ。よし、みんな行くぜ。おどうするかな。敵にチェリーと同じ能力のやつがいるんだ。こっちの作戦は筒抜けだな。おた
お友達？ああ、あれ？消えた。現在地は？はい。キュー。あっ。やつは必ずここに来る。ファウスト様の信頼を取り戻すためにも、今度こそこの手で。ねえ、早くこんな狭いとこから出ようよ、おたるくん。待て。どうしたの、おたる。気づかれたのですか。おい、チェリー。はい。川屋はどこだ。は？川屋だよ、川屋。催してきちまったんだ。ああ、もう漏れる。早く早く。うんね。おたる、かっこ悪い。すみません。私のデータの中におトイレは。ああ、もう我慢できねえ。おたるくん、実は僕も。何？よいよし、花形。二人にすれば怖くねえ。行くぞ。オッケーオッケー。いや。いたぞ。何？構え。撃て撃て、全弾撃て。待っていたよ、マミヤ・オタル。モテる男はつれえな。気取るのはズボンを上げてからに押し。構え。切り刻んでやるぜ。オタル、僕たちの影に隠れて。いや、それには及ばねえ。かかれ。同じ手は食わぬ。出口だ、ヒガさん。しまった。しゃれてる場合か、オタルくん。バカ野郎、しゃれじゃねえ。オタル様、あと1分です。え、危ない。ターンだ。ターン。チェリー、じゃあおめえ、あの爆弾を。はい、オタル様が光玉を投げた隙に。でかした。
り古すぎて動かなかったんだ。くそ、おたる危ない。敵の動きが止まった。なんだ、どうしたんだ。コンピューターが止まった。どうなってんだ。ホッタル君、お小水だよ。そうか、さっきのあれでコンピューターがイカれたんだ。嘘だろ。今さら何を。あの人、まさかコンピューターと同化して。何？マミヤ・オタル、死ね！お前の相手はこの私だ。オタル、ここは私とチェリーで何とかする。奴を止めろ。よっしゃ、僕も行く。あ、オタル君。今度こそファースト様に捨てられてしまう。それだけは絶対に嫌。遅い。オタル君、奴らがまた動き出した。オタル様、彼女の感情を乱すんです。気を散らして同化を阻止するんです。感情を乱す。まずいよ、オタル君。感情を。オタル様。感情、心。オタル、心を乱す。メインコンピューターが。バックアップには数時間を要します。マミヤ・オタル。やったー、みんな嬉しそう。よかった。ありがとう、じいちゃん。みんな、あんたらのおかげじゃよ。オタル兄ちゃん。よかったな、これで腹いっぱい飯が食えるぜ。行くよ、ミヒ。あ、じいちゃん待って、ちょっと待ってよ。ミヒ、元気でな。また会えるよね。あ、またな。さ、蹴るか。あ、あれ、事情はわかります、わかりますけど。私にだってまだしたことないのに、よりによって敵とキスするなんて。いいじゃねえかよ、もう済んだことなんだからよ。僕も納得できんな、オタル君。おめえは納得しろよ。オタル、僕にもキスして。待て、